皆さんこんにちは。今回は、海外スターレール編成テアリストですね。それでは低い順に陣から。はい、最近はマジで見なくなった陣ですが。今の裏庭はジェイドと合わせて攻略とかするといい感じですね。風弱点で全体なので、相性はいい方だと思います。一応モチーフ前提だと思われるんですが。状況が揃えば上振れが狙えるかもですね。続いて、軽減編成です。こちらも前回の動画と同じですね。軽減を軸にした編成で。一応最新体系です。漁港とかはほぼ採用するのがいいと思います。裏庭とかは止まると収容感強いので、止まらないように確定無効できる復元が安定としてはいいですね。必殺技とスキルで進軍を加速する都合上。低運の必殺サポートは重要ですね。一応低運のスキル効果と進軍の行動の兼ね合いは大事です。軽減行動終了でバフ切れて進軍にバフが乗ってないってことがそこそこあります。まあこの辺を考えて速度調整が望ましいといえばそうですね。続いて、漁師4です。ゼーレを軸に確定埋め込みで頑張る編成ですね。現在は結構ビルドが強くないと厳しい印象は強い。どうでもいいけど、静寂があまり使われなくなるとはねって感じ最近すごい。花火の枠は適宜低運と入れ替えて必殺補助と SP 補充ですね。ゼーレは高速すぎるので花火は速度134程度にして、行動順を単純に引き上げる想定がいいです。速度160とかにしても、ゼーレだとあまり恩恵がありません。元が高速すぎますからね。続いて、軽流メインです。先代の最上位がかなり落ちてしまいましたね。一応軽流はモチーフでの完成度が全体で見ても高め。ブローニャルアンメイでほとんど編成としては完成している。一方で最近はそもそも氷弱点が来ないので使いどころがあんまりないですね。なかなか氷弱点がなかったので、長らく投獄されていますね。とはいえ、2.6 の新しい敵は氷弱点があるので、この辺りが裏庭に来るとさすがに出番が増えるかもしれませんね。ボスアベンチュリンは編成的にサポートが範囲殴れないのがどうしようもない感じします。ホホイリとかは短期決戦ならいけるイメージ。長期戦はルアンメイモチーフとか前提で、SP が枯れるまでって感じでしょうか。ホホイリは区間 DPS は高くなりやすいですが現実的に見ると、ガスケツまでに倒せるかどうかってイメージ強めですね。そしてレイシオ編成がこちらではかなり低めです。英語圏とは対照的ですね。注釈は変わっておらず。少数的に特攻で、トパーズで多少の複数も可能です。レイシオはちょうど1年ほど前に配布があったので。まあ厳密には半年前くらいまでだっけ。メインとなるアタッカーは無料でもらえたのでそこはコスパとしてはいいかもですね。なおでバフ数って感じではありますがね。複数にもいけるって言ってもある程度限度はあるというか。ゼーレと同じで雑魚が硬くなるとそれはそれできついよねって。傾向なのかもしれませんね。一応飛翔運利あたりが主な原因かもしれません。こう考えるとレイシオって配布でよかったよねって感じがします。配布じゃなかったらパーツが足りないよねって実装時に評価されてそうな印象です。まあパーツ足りなくても強いキャラは実装時から強いので、イカ略って感じはしますね。まあ当時の水準だと倍率とかは普通に高そうではあるけどね。ある意味読み路線の先駆けで条件付き高倍率って印象。続いて、陰月編成です。ロビン、花火そして耐久枠ですね。ホホにすると長期戦になると SP が枯渇するので注意。あとは陰月は巡視と耐久面そんなに変わらないので、そこも注意かな。ちょうど今復刻中のキャラですね。SP 上限まで使って殴るだけなので使い方はシンプルで。最近のキャラほど速度調整とかは気にしなくていい傾向は強め。あとはさすがに限定サポを使うので、玉入りより上限高めです。ただし無凸モチーフは厳しくなってきている感じ。二凸は数バージョンはまだ強い枠組みだと思われるって感じでしょうか。そういえば、モチーフの頂上を2にして虚構をするパターンがあるらしいのですが。やっぱり陰月ガチ勢は頂上にモチーフとかやっているんですかね。一応これはそういう話があるって話で推奨しているわけではないです。基本的にモチーフの頂上にはあまりすることはないです。一応今の末日なら遵守なのかを入れて手数を増やして SP 補充するのがおすすめです。カフカ持続ダメージ編成です。こちらは低下ですね。編成は一流で対応力が高いのも魅力なんですが。最近はあんまり接待がありませんね。相対的な性能は最近落ち続けているとのことです。モチーフ前提で話せば今でも強いと思いますが。モチーフなしでも使いやすいキャラが増えてるってことは。そりゃモチーフあればもっと強いよねって感じをなんとなく感じますね。続いて、ヘルタ姫子虚構特化編成です。工場キャラだけでほとんど構成されていて、弱点撃破用のルアンメイですかね。虚構に限ればかなり強い編成なので育成を考慮するのがいいと思います。もちろん、欠点は特化しきっているので、他の場所では使えない点ですね。
ヘルタを調和主にして姫子超撃破で刺さるときは裏庭でも使えるので、そういうシフトもしようと思えばできますね。続いて、アルジェンチ編成です。こちらも虚構特化編成の一つですね。他のコンテンツもいけなくはないですが、かなり状況依存しますね。模擬宇宙も状況による感じですかね。まあ、アルジェンチを使う理由の9割は虚構だと思うので、特化した場所で特化したキャラを使える評価という感じ。ここから T0.5 です。こちらは虚構の最新編成ですね。ジェイドをベースにした編成で、虚構にかなり特化。他でやる場合はトパーズ採用だったり、ジン採用も考慮できますね。生存補助はアベンチュリンとロビンが代表に挙げられています。一応虚構がほとんど編成する理由で、他のコンテンツは注意してください。そして読み編成です。昇級実装後、虚構適性が増加して、基本的にどこでも行きやすい編成の一つです。一方で、無凸やモチーフ程度だと、他の編成と比較すると火力上限がやや低めという感じです。二凸はまだ最強クラスですが、昇級依存は現在かなり高めですね。個人的にはオート適性もいいと思います。昇級実装でクグツ三兄弟もオートで弱点撃破を狙ってもらいやすくなりましたね。続いて、ランハ編成です。新キャラのランハは T0.5 に、ダメージはかなり高いダメージを狙うことが可能。全体的なコストも調和主がいる都合上比較的安いといえばそう。ルアンメイはモチーフなしでも機能します。レイサはケースバイケースで投下交換を採用できますね。あとは忘却の庭も会社も揃っていれば十分いけるレベル。もちろん、虚構が個人的には強いと思います。一方で、ブートヒルやホタルと比較すると弱点を埋め込めない残念ポイントですね。ここから T0 です。まずは飛翔編成で。操作が簡単で最強。トップクラスの編成です。オートは使いづらい場面がありますが、手動なら気にならないでしょう。一応モチーフとパーズ想定から変えると、20% 近くの下落の見込みですね。本体だけであればここまで落ちません。ここ最近のコンテンツでは全体的に暴れている印象です。続いて、運理編成です。限定調和は手動ならロビン、オートなら花火がおすすめです。必殺技キャラなので、低運が重要で。あとは適宜ホホやアベンチュリンを考慮ですね。総合力が高く、耐久面も全ての編成で見て高めですね。フルパワーを狙うのであればロビン一つ欲しい感じだね。火力上限とかは飛翔やホタルよりは低めな印象があります。って感じでしょうかね。かなりバランスが良いキャラだと思います。最後にホタル編成です。ダメージはもちろんトップクラスで、キャラ側を採用すれば安め。虚構をするのであればレイサはかなり欲しいと思いますけどね。欠点はホタルを突き詰めるとビルド要求が結構高い。ブートヒルもバリエーションとして同じ枠なんですが、ブートヒルは順守なので手順での差も出ちゃいますね。左端の波なんとかはブートヒルを指しています。ということで、全体はこんな感じですね。いかがだったでしょうか。順当に最新編成は高い印象ですが、ランハは一歩届かずという感じですが、T0.5 は虚構組はまあ虚構重視すぎるので、読み編成と並んでいるのであれば十分だと思いますが、ホタルやブートヒルと編成をほぼ完全に取り合うので、比較すると落ちるよねって感じはしますね。ただし虚構はほとんど対応力がないブートヒルについては、総合力で見ればランハの方が個人的には価値があるかなとは思いますね。という感じで、皆さんの感想などお待ちしております。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。